のデコボコのイラストは実際の街の風景を表現してて、で表現工学専攻の大石もろいです。研究は情報デザインが専門です。で最近ちょっと良くないなって思うのは、ネットのおすすめ機能ってあるじゃないですか。例えば映画を検索したら、その後似たジャンルの映画がずらっとこう画面に出てくるあれです。で最近だとこう特定個人の行動履歴から通りかかった広告ボードの表示が変わったりなんて技術も出つつあって、でそうするとこう目にする情報とこう耳にする情報がどん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 最適化されたおすすめだらけになっていくんじゃないかなと思うんですね。でこれって価値観の確立化につながるんじゃないかなと思ってて、で情報の価値っていうのは本来多様性にあるはずなのに、で今自分が一つ注目しているのが、生物の突然変異ってこう種の多様性を保つための手段だなと。でその手段をこう情報にも持たせられないかなと。その日ラブコメ映画に見に行こうとしたカップルに、たまたまクラシック映画の広告が出て、でこれを見に行こうかって予定を変えちゃう可能性があってもいいんじゃないかなと。でそういった情報の方が僕たちに発見をもたらせてくれますよね。建築学専攻の高橋由紀子です。研究室では森が学校計画プロジェクトという活動に携わっています。津波で被災した小学校の再建が目的なんですけれども、従来の普通の小学校とはちょっと違って森の学校といいます。それは木造の校舎の裏に森があって、でその森の中に学びのきっかけとなるようないろいろな場所を作っていって、で森全体を学校として見立てようという計画です。東松島のような自然の豊かな地域だけではなくて、大都会でも全国のあらゆる地域で自然から学ぶことができるんじゃないかと考えています。子どもたちが校舎だけに閉ざされずに地域で学べると、いろいろな大人たちが教えてくれると思っていて、それは子どもたちだけではなくて大人にとっても先生にとってもすごくいいことだと思っています。ゆくゆくは地域のいろいろな場所が教室になって、今までの学校の枠組みを超えた学校、学校を超えた学校を作ることを目指したいと思っています。生命科学専攻の宮岡里美です。分光分析の応用の研究をしておりまして、具体的には物質に当てたレーザーの波長の変化から構成成分の分析を行うことが現在のテーマです。この技術が進むと、体の外からレーザーを当てるだけで病理診断ができるようになる可能性があるんですよ。これが実現してより検査技術が進んで自分で高度な検診ができるようになると、病院の混雑も解消されますよね。その結果、医療サービスも新しい形に変わるんじゃないかと思っています。例えば高度な医療サービスだけを専門とする病院がある一方、予防医療のカウンセリングが専門で、そこがコミュニティになるような病院じゃない病院もできたり、医療の幅がもっと広がるといいですよね。総合機械工学専攻の加藤明です。自分の専門はロボットで、今特に関心があるのは義手や義足です。ちょっと想像してほしいんですけど、もし義手の人が目の前にいたら、あ、障害者の方なのかなって思いますよね。でもそれがメガネやコンタクトをしている人だったらどうです？誰もその人を障害者だなんて思わないですよね。僕もコンタクトユーザーなんですが、実は自分の体に不自由があって、それを技術で補っている点は同じなんですよ。そう、技術がないから健常者になれないという言葉があって、メガネってまさにそれを達成した技術なんです。だから義手や義足だってメガネになれる可能性があるわけです。なんならおしゃれ義手みたいなものが出てきたりするのも面白いですよね。